はい、皆さんこんにちは。ジェランチャンネル始まりました。ゆうすけです。今回はネスタブランドの紹介をしたいと思います。新作たくさん入ってきたので見てください。それでは行きましょう。お願いします。はい、じゃあまずこちらの方を着てみました。パンツからいきましょうか。ショーツです。どうですか。まずワンポイントで同色刺繍で、はい、デザイン入っております。で、後ろがこんな感じですね。はい、これは白と黒とこのオレンジ3色で展開してます。バックプリントも見てもらっていいですか。こんな感じで T シャツはバックプリントになってます。はい、かわいいっすよね。いい感じです。で、フロントは結構シンプルな感じで、ここは刺繍なんですよ。見えますかね。はい、で、あとここワンポイントでネスのライオンの、ね、刺繍入ってます。こっちはないです。はい、という形で、この T シャツ、スウェットレスグリーンといって、汗染みの防止にもなってます。で、また、接触冷感もついてるので、夏にすごいね、着やすい T シャツになってますので、はい、ユースケは結構ちょっと大きめに、これは XXL で着ております。かなりダボみがあって、楽に着れてます。で、パンツに関しては34のインチで入っております。で、ロールアップをしてるんですけども、ユースケは少し、ね、丈をこう短くしたかったので、ロールアップして2回折ってます、これは。はい。使い寄ってロールアップをしております。はい、こういった形で、まあ、下はスッキリ、上は少しダボめ、これがおすすめとなっておりますので、ぜひ真似してください。お願いします。次、セットアップに着替えてみました。まずこれは2色ございます。で、ゆうすけはこれ上が XL、 パンツが M サイズを履いております。はい、じゃあデザインいきましょうか。はい、まずデザインやってもらっていいですか。ここ刺繍ワンポイント入っております。で、綺麗な、ね、柄が入っておりまして、ネスタの柄入ってます。そこをね、綺麗に写ってますね。下いいですか。パンツも同じような感じで、刺繍もワンポイント入っていて、はい、次こっちですね。結構分厚めな刺繍入ってます。かっこいいですよね。はい、で、ここラスタカラーもワンポイントで入っております。で、パーカーの後ろいいですか。こんな感じです。はい、もうデザインしっかり入ってますね。はい、こんな感じで、パーカーは、まあ、結構ねシャリ感もあって涼しい素材になってるので、夏でも着ていただけるアイテムになってますので、はい、ぜひ2色ありますので、どちらも選んでください。特に女性も白着ても可愛いと思いますので、ぜひチェックしてください。こんな感じです。じゃあ次はこのね半袖パーカー着てみました。まずデザインさっきいいですか。こんな感じです。プリントで入っております。はい、で、その後ろ向いていいですか。こんな感じですね。デザイン性は、はい、可愛い感じで半袖パーカーになるんですけども、パンツは先ほどご紹介したオレンジのパンツの白ですねを履いてます。今回はちょっとね折らずにしっかり伸ばして履いてみました。はい、っていう感じで、このパーカーに関しては少し丈が長くなっていて、スリットも入ってます。こんな感じですね。はい、これで XXL 着てるんですけれども、この肩幅のゆったり感はそこまで大きくはないので、普通サイズでなってます。はい、こんな感じになってますね。はい、白と2色あるので、はい、ぜひこちらを見てみてください。こんな感じです。セットアップ着てみました。総柄のセットアップになります。はい、夏らしいデザインで、はい、ちょっと持っていいですか。こんな感じで刺繍まずワンポイントで入っております。はい、で、ここか、ここワンポイント入っております。はい、じゃあショーツいきましょうか。ショーツがここですね。分厚い刺繍が入っております。はい、で、あとはもうシンプルに、ね、総柄のデザインが入っているという感じですね。後ろもこんな感じです。はい、で、これは T シャツ中見てもらって分かるんですけど、はい、かっこいいですよね。こんな感じで、で、これ柄合わせてるんですよね。ぜひ、これ白もインナーあるんですけども、ぜひね、セットアップで中もぜひ合わせて着てみてください。はい、で、このパーカーに関しては、なんか裏毛の薄い素材で、で、吸水速乾もついてるので、ベタつきを抑えてくれますので、ぜひそちらもね合わせてみてください。よろしくお願いします。
がとうございました。ネスタブランド、ぜひこれからもチェックしてください。概要欄でこちら全部商品載せてますんで、今日紹介したやつ、はい、そちらチェックしてください。ぜひ、ね、そのままオンラインストア開けますんで見てください。次の企画はまたゆうすけのインスタグラムから見れますので、ぜひチェックしてください。で、Gランドのアカウントの方でゆうすけがインスタライブもやってます。はい、毎週金曜日20時からやってますので、ぜひそちらも見ていただければいいかなと思います。はい、じゃあこの動画が良かった方は高評価、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた会いましょう。ありがとうございました。